レオン・リマーティン・レオン・ル・マルタンは、フランスの航空のパイオニアである。1911年2月3日にブレリオ13で8人の乗客を乗せて飛行するという世界記録を受立し、その翌月には13人の乗客を乗せた。エンジニアとして、ボアザンなどのフランスの航空のパイオニアと働き、エンジンメーカーのノームロームなどで働いた。ヨーロッパ一周レースに参加し、事故死した。 デューンズ、タルン・イガロンヌに、カジヤの息子に生まれた。エコール・ナシノ・オール・スーパー・ユール・ディー・アーツイメトイエで工学を学んだ。最初は飛行船に興味を持ち、サントス・デュモンの教えを受けて、スペイン人のリカルド・ソリアーノと共に飛行船の開発を行ったが成功しなかった。1900年代の初め、パリの自動車メーカーシュロンで働き始め、その後、ENV に移った。 1905年にボアゾンの水上グライダーの製作に携わった。飛行機の動力飛行にエンジンが重要な技術であることを認識し、ノーム発動機に入社し7機等のロータリーエンジン、ノームオメガの開発の開発者となった。ノームオメガエンジンは7 5ラムの重量で 50hp の出力が得られた。オメガエンジンはヨーロッパの飛行機の歴史に、 重要な役割を果たしたエンジンである。ルマルタンは、アンリ・ファルマンの最初に1マイルを超えた飛行や、レオンドラ・グランジュの同乗者を乗せた飛行、さらにルイ・ブレリオのドーバー海峡横断飛行を、サポートした。ルイ・ブレリオのドーバー海峡横断飛行は 25HP のアンザニエンジンを使った、ブレリオクシーで成功したが、その後のブレリオクシーには 50HP の、オメガエンジンが搭載され、 1910年5月14日、ジャックで、レッセップスの操縦で2番目のドーバー海峡、横断飛行に成功した。1909年8月のランス飛行大会では、オメガエンジンでブレリオは、速度記録時速 77km や 180km の距離記録、3時間15分の飛行時間記録で賞を獲得し、アンリ・ファルマンは2人の同乗者を乗せて飛行した。 ノーム発動機では、ジュール・ベドリーヌとチームを組んで、1911年のイギリス一周のデイリー・メール・エアレースやパリ・マドリードで優れた結果を得た。1910年8月20日、ブレリオの飛行学校に入学して、パイロット及びエンジニアとして働く契約を結び、10月4日に飛行免許を取得した。1911年2月3日、 ブレリオ13で8人の乗客を乗せて飛行するのに成功し、それまでの記録6人を更新した。1911年5月24日にエタンプからトゥリの飛行で時速 128.418km の速度を記録し、これはそれまでのアルフレードルブランの記録時速 125km を超えたものであるが公認されなかった。 1911年6月1日にブレリオとレースパイロットとしての契約を結び、6月18日に最初のレース、パリ・ロンドン・パリのヨーロッパ周回レースに参加した。前日の夜、チームメイトのローラン・ギャロスやアンドレ・ボーモンらの飛行機の整備に働き疲れており、さらにレース当日は気流が悪く、ローラン・ギャロスは出発を取りやめ、ルマルタンにも中止を進めた。 多くの観客の見守る中で、ルマルタンは離陸し、近くの森に達した時に機体が下向きになり、墜落した。下肢の木に衝突し、エンジンがルマルタンの頭を直撃した。飛行場に設置されていた赤十字の医師が病院に搬送したが、ルマルタンは死亡した。1994年に、孫のジャック・ダマンがルマルタンの電気、リマーティン。 ピロートアビエイトゥを出版し、2009年にも、レオン・リ・マーティン、シェフ、ピロート・デラ・メゾン・ブラーオが出版された。パトリム・アン、グランデス・フィギュアス・オブ・ガドザーツ、プロファイルズ・オブ・アラン・ナイ、レオン・リ・マーティン・バイジーン、ルイス・イティア・ウィズ・コントリビューションズ・フロム・ジャック・ダマン、ザ・オンリー・グランド・サン・オブ・リ・マーティン、スリー・メン・ダイン、パリ・フライト、ファイブ・オル・ソー・ハート・アット、スタート・オブ・ビッグ・サーキット・レース・ツ・ーロンドン、 アンドバック。ニューヨークタイムズ、じゅんじゅんきゅう、1911、http://query.nytimes.com/.mem/.archive-frmee/.pdf? レス。 イコール FLAB17 回93回5517,738度だ00994で405バイト 818DFHD3 レオン・リ・マーティンシェフピロートでラメゾン・ブラーをバイジャック・アンド・オリビエ・ダマンパブリッシュド2009ユニバーサウドエル・エト・ r b 1マルセイユありがとうございます